やばい、メールが来てる。やばい。何朝から。おはようございます。なんで朝からこんなに騒いでるかっていうとですね、今日はアイブのね、4トンオンラインのサイン会がね、あるんですよね、今月。ということで、みんなでメール見ていきましょう。はい。はい。え、順番に見る？せーの。あ、いっぱい来てる。嘘、いっぱい？うわ、え？アイブ特典会事務局から1通。私も。あ、キューテンとウーバーとイートミート。あ、それ関係ない。関係ないやつだよ。びっくりした。新しいびっくりした。え、みんな一斉のでで見る？一人ずつ行こうや。私から。え、行きます。はい。行きます。リズが当たりました。やった。やった。リズ当たった。リズは多分めちゃくちゃ面白いの。確かに。やった。これで私だけ当たんなかったら、ゴニョンに全振りだよ。大丈夫だよ。私はもう一途ゴニョンに全部アウした。いただきます。はい。ちょっと待って、せーの。え、すごい、オーディオン当てんのすごい。やった、一番倍率、ね、えぐいと思う。うん。あー、もうカレンダーに入れちゃおう。どうする？何喋る？え、どうしたら覚えてもらえる？え、でも、さすがにウォニョンには知られてないから、YouTuber ってことを、一人の女の子として覚えてもらえるように頑張る。やっぱ、YouTuber やってますとか言ったらなんか、それで覚えてもらうのは違うと思うから、頑張って、一人の女の子として覚えてもらいます。みんな当たりました。やったー。え、これだってね、一人20人20組だっけ、30名様おのかける6メンバー180名おのうちの3人に選ばれました、僕らが。すげえ、3枠だよ。すごいすごい。だってさ、結構ね、みんな買ってたよね。うん、我々こう言ったら結構なくなってたしさ、で絶対みんな応募してるしさ、でなんかネットで調べてもさ、みんな買った買ったって言ってたから、絶対倍率高いよ。へー、よかった。え、名字が一緒だからじゃない？家族で押してくれてるぞって。へー、リズにお目にかかれるなんて。もうリズのサインがもらえるんだよ。そうだ、サインだ。サインがもらえるんだよ。え、サインか。サインをその場で書いて2分間喋りながらサイン会をするの。やば、ちょっと自分だけの印つけてくれないかな。何それ、キスマーク？ちゃんとこの時書いたやつです。今日書いて、プッチャープッチャープッチャー、当たったぴょんぴょん当たったよ。プッチャーもワニャンとワニャン、ある程度日本語喋れるから通じるよ。友人も喋れるよ。いつも喋れない。頑張って今から覚えればいい。もう全部こうやって書いて、アニョハセヨチョヌワイジェイムニダ。ちょわよ。全部知ってる単語全部言う。はい、ということで兄弟全員当たりました。素晴らしいです。すごい。ということで、私たちは近々オンラインサイン会があります。すっぴんですけどね、楽しんできます。行ってきます。またレポします。
やばい、これピット合ってる？はい、ということで今ね4トン終わりました。あのね2分の予定だったんですけど1分に変更になっちゃったみたいでめっちゃ一瞬だった。でもね、初めてですかって言ってくれて、そうですよねって、すごい可愛いですねって、お尻可愛いって言われた。わ、ヘアメイク頑張ってよかった。あー、覚えてもらえたかな。あとなんか後ろの背景の感じも可愛いって言ってくれてた気がする。ちょっとどうしよう、めっちゃ一瞬だった。あと10秒ですってなって、可愛いポーズ最後にお願いしますって言ったら、こうやって片耳の猫のポーズしてくれた。だからちょっとこれからはね、写真撮るときこれやろうと思う。わー、一瞬だった。可愛かった。髪の毛アップしてた、でカチューシャしてた、可愛い。ゆんちゃんって呼んでくれてた、嬉しい。名前呼んでくださいって言おうかなってずっと思ってたんだけど、画面が切り替わった瞬間にゆんちゃんって呼んでくれた、嬉しい。もうできる、推しすぎてどうしよう。もうね、寿命伸びた、本当にありがとう。でね、私こういうのが本当に初めてで、ボニョンちゃんが初めてですって言って、だから緊張するからね、こうププちゃんを膝に乗っけて参加してたんですけど、そしたらあ、ワンちゃんかわいいって言ってくれて、ププちゃんのことも可愛いって言ってくれて、名前はって言われたから、ププですって言って、ププちゃんと私どっちが好きってやってて、可愛かった、死ぬ。無理、可愛い。ププちゃんと私どっちが好き可愛い。ちょっと早く誰かに話したい、もうやばい。妹がユジンちゃん、弟がリズちゃんが当たってました。あー、ちょっと感想聞くの楽しみです。で、オンラインサイン会なんで後日サインが届くみたいです。嬉しすぎる。あ、カホにします。あー、終わっちゃった。いやー、でもこのね、IVEのアルバムを買って、何のトレカが当たるかなとか、何のポスターが当たるかな、チェキが当たるかなとか思いながら、私は12冊購入したんですけど、アルバムを開封するワクワクと、応募券が12枚私はあったので、それを全部、ウォニョンちゃんだけに1点集中、倒し、ってことで、ウォニョンちゃんに全部応募したんですけど、その中の一枠当たって、抽選結果のさ、メールが届くまでの、この数日もね、すっごい毎日、ドキドキワクワクしながら、推しのことを考えてる、待ってる時間も、すごい大切な時間だし、で、弟と妹とね、一緒に、当選結果が出る日に、一緒にメール見ようって言って、せーので見たんですけど、みんな当たってて、みんなで、うわーっていう、ね、感じでワーキャーしてたんですけど、それもねちょっと動画に撮っとこうと思って残したいじゃん。やっぱりやっぱさ、それが YouTube の良さじゃないですか。思い出を全部こう動画で切り取って何年後かに見返せるし、ずっと思い出ボックスみたいな感じね、こういう時代もあったなって。私はみんなとの思い出のね、一緒に作り上げてきたチャンネルだからこそ、こういうところも共有していきたいし、動画をね撮っとこうって思って撮ったんですけど、ちょっと見返すのが楽しみですで、いざ当たりましたってなってさ、わ、こういうの初めてだから推しと何話そうかなって言って、私のファンの方々に相談したりだとか、すべての時間が楽しかった。だから、ありがたいことにね、私のことも、もう何年も、もう YouTube を始める前から推してくださっている方もいらっしゃいますし、YouTube を始めたての頃から何年もずっと推してくれてる方もいれば、最近、私のことを見つけてくれて、推し始めてくださったファンの方々とかも様々だと思うんですけど、なんかやっぱね、私もこう推しがいて推し活をしているからこそ、ファンの方の気持ちがよりわかるというか、だから私ももっともっとみんなにね、優しい推しでありたいし、推しにこういうことをされたら嬉しいなっていうのを、私も気持ちがわかるからこそ、みんなにもそうやって愛を私からも伝えていきたいなって思っています。よりね、大事にしていきたいなって思います。推し活楽しいよね。私がアイブちゃんとかボニョンちゃんを推すように、みんなも私のことをこう好きになってくれて、ずっと応援してるよとか優しい言葉をかけてくれたり、ずっとずっとね、本当にみんなが支えなんですよ。私はたくさんインフルエンサーさんも YouTuber さんもいる中で、もう私が一番好きだよって言ってくださる方も、もう泣きそう
泣きそうになっちゃう。ちょっと待って、そんなさありがたい世界ってなくない？本当に奇跡だと思うし、見つけてくれて、それで好きになってくれて、押してくれて本当にありがとうございます。なんかね、この先どうなるかもわからないですけど、応援してくださる方がいる限り、私は表のこの舞台にね居続けたいし、例えばさオワコンって言われようがさ、もしね、もっともっと見られなくなる時代が来るかもしれない、これよりもっとね。それでも私のことを好きって言って応援してくれてる方、支えてくれてる方がいる限り、私は結婚しても子供ができてもみんなとの交流はやめたくないし、 YouTube も続けていきたいし、動画の撮影と編集が例えば難しくなってしまった時が来るかもしれないですけど、その時も生配信とかリアルタイムでこう交流できる、そういう配信系のものとかリップ編とか、そういうのでみんなとずっとこのせっかく出会った縁が切れちゃうことはしたくないし、ユミリーっていう名前だけあってユンのファミリーってことなので、本当に皆さんのことを家族のように私はもう大切に思ってるし、もう大好きなので、なんかこう薄っぺらく聞こえるかもしれないけど、本当に自分の家族にも言うぐらい私はファンの子がみんなが思ってるより好きなんですよ。だから将来オワコンって言われるようになって、でもこっからもしかしたら逆にね、何らかの形でありがたく有名にならせていただいても、私は遠い距離の推しになりたくないし、今まで通りみんなと近い距離でね、そういうのを心がけて大切にしていきたいなって思ってます。なのでこれからもよろしくお願いします。いや、なんかね、こうやってボニョンちゃんから学ぶことめっちゃ多い。本当に推しにも感謝だし、はぁ、いろいろ考えさせられちゃった。すごいよね、推しの力ってすごいよ。ということで、なんかちょっと話してたら泣けてきちゃったんですけど、ごめんなさいでも本当になんか尊いなと思って、この状況がね、モニョンちゃんとの交流もそうだし、逆にこうやって私が思ってるぐらいみんなも私のことを思ってくれてるんだなっていう気持ちが今ひしひしとね感じていて、すごい溢れてしまいました。大好きです。なんかね、私の気持ちも伝わってもらえたら嬉しいなって思ってます。やっぱユンちゃん最近ちょっと違うかもって言って離れちゃう子とかもたくさん見てきました。やっぱその度悲しいし、そういう子ほど毎回イベントに来てくださってたり、完全にお顔と名前も認知してる子に限って、愛が強い子に限って冷めちゃうのも早い子も、やっぱしょうがないけど、目の前でこう何人も見てきたので、やっぱその度でね悲しい気持ちになるんですけど、私は本当に待つことしかできないんで、自分からね引き止めたいとか、なんか嫌な部分があったなら直したいしとかこう思ったりするんですけど、たくさんファンの方がいる中でやっぱお気にとか引きとかじゃなくて、私はみんなを平等に愛したいなって思っているので、そういうこともできるわけじゃなく待つことしかできないのがすごい悔しい。でも一回離れちゃったとしても私はずっと待ってるし、一回離れたからうんっていう対応は私はしないですし、いつでも待ってますということで、そんな動画でございました。なんか伝わってくれたら嬉しいな、本当に。他にもね、アイブちゃんの4トン当たった方いたらコメント欄で感想を教えてください。あー、泣けてきた一緒にアイブちゃん押しましょう。ふにょん。はい、ということで今日の動画はここまでにしようと思います。猫ふにょんちゃんポーズ。はい、今日も最後まで見てくれてありがとうございます。よかったら Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録の3点セットお願いします。以上、ユンでした。それでは皆さん、今日も一日お疲れーション。バイバーイ。ユミリー。